李光輝は、新末民初の軍人。北京政府、安ン派に属した。字は培うの。少年時代は、父に随従して、軍営で勉学に励んだ。1889年、李光省の英大大官に任命される。翌高所16年、天津北洋武備学堂で英軍事を学び、同年中に卒業した。この後、直令総督署を守る大英艦隊に任命され、 再び、李交賞の配下となる。1909年、新し県陸軍第四鎮第七協、第十四表表等に昇進し、第四鎮東制区で大鳥峰に追従して、焦胆で軍事訓練に取り組む。1911年に武将危機が勃発した直後に、第四鎮第七協協等に昇進した。 中華民国成立後の軍隊改組に伴い、李光輝はそのまま陸軍第四師、第七度々長に就任した。1913年7月の二次革命では、部隊を率いて、上海に向かい、五地区での戦いに参加した。第二革命鎮圧後、五省要塞司令に任命されている。同年11月、部隊を率いて、福建省に入り、12月に、 福建鎮守氏に任命された。なお、同時期に、福建都督が廃止されたため、福建鎮守氏の理がそのまま都督の職務を担った。1914年7月、福建森軍氏に改めて任命され、事実上、将軍の地位を担っている。1915年12月、遠征外が皇帝に即位した際には、一等施策に封じられた。 1916年3月、福建将軍に任命され、4月には福建巡安氏も兼任した。延示後の同年7月、そのまま福建特軍検証庁に移行する。1918年4月、断気隅の命により、李光輝は、延越軍清掃司令に任命され、副総司令に任命された、節軍市長、道茂健と共に、関東軍政府を攻撃したが、 敗北に終わった。その後も復権省の統治を続けたが、1922年11月、南方政府側の巨高とに駆逐されてしまう。こうして9年にわたる理の復権統治はついに終結したのであった1月。1924年11月、北京政府から参政援軍副司令に任命されたが、間もなく引退する。 天津の日本疎開に移り住んで材木業を営み生計を立てた。1942年9月死去。去年74。ありがとうございます。